はい、皆さんこんにちは、村岡美里です。今日はお仕事に行く時のカバンの中身をご紹介したいと思います。これを僕が教えたチャール、ハーチュール。はい、今からこれ紹介し終わったらお仕事にもそのまま行こうと思っているので、もうリアルなカバンの中身になっているんですが、前回紹介していたこのカバンの中身っていうのがこんな感じなんですけど、プライベートな時のカバンの中身っていう感覚が強かったんですけど、今回はもうお仕事の時に詰め込んでいるバッグになるので、結構大容量だったり、本当にお気に入りアイテムとリアル使いのアイテムをたくさんご紹介できたらなと思っております。それではおカバンの登場です。じゃじゃーん、やばいこのサイズやばくないですか。とにかく大容量なバッグでございます。はい、バッグの説明からしますね。このバッグはアダムエロペというところで買ったバッグなんですけど、とにかく私にも荷物が本当に多いんですよ。こんな感じで今 YouTube の撮影とかもやっているので、本当にカメラを持ち歩いたりとか、パソコン持ち歩いたりとかする機会がすごい増えたんですよね。で、もともと荷物多い上にそういうことも増えてくるので、大きいの持ってももう一個トートバッグ持ってたりとかしてたんです。いい加減ちょっと一つにまとめたいなと思ってたどり着いたのがこちらのサイズの感なんですけど、島の医者みたいになってますけど、大きいバッグをゲットしました。スクエアの正方形の感じで、なんか持っててもすごいおしゃれさだったりデザイン性があって、あとですね、このジップがこの下まで開く仕様なんですよ。なので本当に使いやすいですし、また出張がね再開とかし始めたら、キャリーケースの上とかにこうドンって乗っけて、ゴロゴロゴロとかもできそうだし、安定感もあるからいいなと思って買いましたけど、多分一般的にはすっごいでかいんだろうなと。リュックとかもいいなと思ったんですよ。でもね、私がリュック背負うとガチになっちゃって、ガチなんですよ。わかります？本当にね、なんかガチになっちゃうんでやめました。それでは早速一つ目なんですが、仕事の日のカバンの中身こちら。はい、これもうリアルですよね。これ100均のファイルなんですけど、こういう風に仕切り状になっているやつ、わかりますかね。これ皆さんも見たことありますよね。これがもう私大好きで、こう用途によって書類を分けれるので、整理が苦手な私にはすごくぴったりのアイテムでございます。次、じゃじゃん、これにですね、いろいろまたアイテムが入っておりますのでご紹介させていただきます。一つ目はこちらです。これは有名ですよね。みんなよく使ってますよね。これ本当にシューって仕事中振ってるんですよ。めちゃくちゃ乾燥肌だから、もうとにかく休憩入ったらもうバーシャーって振ってて、もう私ゴキブリだったら死んでるぐらい重宝しております。こちら、私このシュッシュのお顔にシュッシュするやつすごい好きなんですけど、次こちら、これはね前回のカバンの中身でも紹介させていただいたんですけど、クラランスのまたこれも顔にシュッとするやつなんですけど、こちらはですね、どちらかというと潤いもそうですけど、メイクの密着っていう点ですごい気に入っていて、仕事場についてちょっとメイク直してでシュッシュって吹きかけるとすごくメイクの密着度が上がる気がするので、こちらもずっとお気に入りで使っています。次は、はい、こちらトラックオイル、これは持ってる方多いんじゃないでしょうか。こちらもインスタグラムでよく登場されておりますが、一応これは顔とか体とかどこでも塗れるオイルみたいで、一応そんな風にも使えるんですけど、オイルがしっかりちょっと重ための感じ、個人的にはちょっと毛が細いのかちょっと重ために感じたんですけど、本当にオイルが乾かないのがすごくポイントです。あとですね、なんといっても香りがめちゃくちゃいいんですよ。なんか香水つけてるようなツンとする感じもないので、すごくおすすめなオイルでございます。じゃじゃん、こちら、こちらは バラニエスのハンドクリームです。ハンドクリームはもうめちゃくちゃ必須で、必需品ですよね。ハンドクリームもういっぱい持ってるんですけど、一番のお気に入りのこちらのバラニエスのやつを使っています。これはあんまりベタつかなくてサラサラ馴染んでいってくれるとこと、あとやっぱり香りがいいですね。お家のディフューザーとかをこのバラニエスで揃えているので、なんかこう安心感のある香りですごくいいんですけど、個人的にはこのハンドクリームになると少しなんだろう、懐かしの風船ガムの香りがする謎の巾着に入ってるやつのラストなんですけど、こちら、じゃじゃーん、マービスの歯磨き、こちらはですね、もう本当におしゃれで、中にこんなして入ってるんですよ、ミニのやつが。
怖いですよね。そしてあの歯ブラシが入ってるんですけど、この歯ブラシの上の部分がもうとにかく大きいんですよ。なんだろう、これ海外サイズなのかな。だからこうするときにうわって なっちゃうんですよ、本当に。そしてこちらの中身が終了でございます。はい、そしたら次なんですけど、じゃじゃん、マスク。これはですね、ハイドロギンチタンマスクっていうマスクで、なんか最強そうなマスクあったらとりあえずなんとなく買うようにしていて、医師が考えたって書いてあるんですよ。でなんか裏とかも最強そうで、なんかつけててあまり何か違うことは感じなかったんですけど、まあ、ちょうどね花粉とかも飛び始める時期なので最強そうなマスクをゲットいたしました。でマスクはもうご飯食べたら付け替えて、ちょっと時間経ったら付け替えてって、結構付け替えをするので、それも肌荒れ防止になりますし、単純にあの感染予防としてあのマスクの付け替えってすごくいいと言われているので、ほんとおすすめです。次はこちらです。はい、プーさんのポーチなんですけど、タグがついております。タグをつけたまま使っちゃうんですよ。こちらはあの100均で買ったプーさんのポーチなんですけど、この、ね、プーさんの素朴な顔が可愛いったら何の表情よ。キャラクターが大好きで、もうとにかくその中でもプーさんはすごく好きなので、あの100均でゲットしてしまいました。はい、でプーさんのポーチはアクセサリー入れに使っていて、こっちもですね、あの前回の動画でご紹介させていただいたんですけど、アクセサリー入れに使っていて、なんだかんだいろいろあのこっちやらこっちやらって感じでアクセサリーを入れてるポーチでございます。次がじゃじゃん、手帳。こちらはですね、必需品でございます。私のこちらあのハイタイドの手帳なんですけど、これがもうめちゃくちゃ使いやすくて、私のあの師匠がいるんですけど、まあ上司なんですけど、その上司がすごくおすすめっていう風におすすめしてくださって持ってるんですけど、私の周りの店長たちも全員これなんですよ。でこれカラーバリエーションもめちゃくちゃあって、店長会集まるともう誰一人カラーが被ってないという奇跡だったんですけど、ほんと十何人いるんですけど全員違うカラーを持っていて、なんか回し物みたいになってるんですけど、これはもうほんと使い始めて4年目ぐらいになりますね。じゃじゃん、ファンデーション。ファンデーションは私いっぱいいろいろ買ってきたんですけど、結局たどり着くのが私ここのゾーンなんですよ、あのミシャなんですけど、こっちがネオカバーっていう結構カバー力が高いけどちゃんとツヤ感出るよっていうやつと、こっちがもうモイスチャーなんですっごい潤い系なんですよね。コンシーラーとかで隠す箇所をこっちで補ってベースもう全体的にはこっちでしているっていう感じで使い分けてるんですよね。はい、そしてお次はこちらでございます。ポーチー、ダイソーで買いました。おそらくダイソー。これは私は納得いってないんですよ。ごめんなさい、正直、まあ別にいいんですけど、いいんですけど、あんまり好んでこちらを買っているわけではなくて、ポーチの今、本命がないんですよ。なので、今、応急処置みたいな感じなんですけど、まあ、応急処置にしてはすごく使いやすくて、このままになりそうな自分が、ちょっと、あれなんですけど、でなんかこれだけだと殺風景だったからって言って、あのレジの横に置いてあったキューピーちゃんをつけているんですが、タグがついたままですね。でポーチの中に香水も入れていて、香水はエルメスの、ちょっとすいません名前が全然わかんないんですけど、これを使ってます。これはなんかあんまり香水感がなくてお花の香りですごくつけやすかったです。はい、そしたらこちらです。お家の鍵。お家の鍵にもこちらキューピーちゃんがタグ付きでついているんですけど、お家の鍵についてるこれなんですけど、カバンの中とかで鍵が行方不明になる時あるじゃないですか。で私もそれがもう本当に多いので、アプリと連動してるやつなんですけど、こうやって音が今鳴ったじゃないですか。こういう音で音鳴らしたら鳴るんですよ。なのでカバンの中で音のある方へっていう形でたまに探すものでございます。あとあのアウターのポケットの中に入れっぱなしとかもあるので音が鳴るようにしてます。なくしちゃう系の方めちゃくちゃ便利なのでおすすめでございます。
そしてラスト、ちょっとなんかまたですね、あの怪しい薬が出てきたんですけど、前回もあのカバンの中身の時に薬が出てきて、それも未だに飲んでるんですけど、最近あの持ち歩いてるのはこちらでございまして、あのちなみにこれは今たまたま入ってて、こちらはですね、うちのスタッフが寝てたら痩せる薬があるというあの怖いお話を持ちかけてきて、一緒にじゃあ買っといてと言ってあの買った薬なんですけど、こんな錠剤の薬で寝てる時にカロリーを消費しますみたいな、ちょっとよくわかんないんですけど、ちゃんと調べて飲んでみたいと思っております。そして次、これがビタミン C、 何マルチビタミンが、マルチビタミン、これはなんとなく飲んでるんですけど、まあなんか、あ、ごめんなさい、飲んどいたらいいかなと思って、皮膚科の薬と一緒に飲んでおります。で次はアディクションの筆、バフーのエコバッグ、以上でございます。すごくないですかこの量。今撮ってるこのカメラとかもこんぐらいなんですけど、このカメラも入れて、で携帯とか入れて、あとこれ MacBook とかも入れる、もうこの MacBook とかも余裕です、もうすぐみたいな感じで入れて、でもまだ余裕なぐらいなので、でも大きいバッグを持ち歩いております。はい、ガチャガチャしててあまりおしゃれじゃないんですけど、仕事の時のカバンの中身はこんな感じでございます。私のカバンの中身はこんな感じでございました。インスタグラムの方ではお洋服のご紹介もしているので、よかったらチェックよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録も皆様どうぞよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。